仏に車一面びっしりホイールの穴まで、すき家長時間無断駐車に警告の張り紙250万円超。これって妥協やりすぎっていうか、これですね。都内にある飲食店の駐車場に止められた車に隙間なくびっしりと貼られた白紙。すごい。はい、お世話になってます。あるあるチャンネルです。今日9月12日、令和5年ですね。8時12分になりました。はい、ということでね。いや、涼しくなりましたね。夜なんか結構気持ちよく寝られる日が続いてますけどもね。昨日ちょっと暑かったかな。はい。私、ちょっとこの前ドジっちゃったことがあって、この前というか今日なんですけど、私定期的に歯科検診って歯医者さん行ってるんですけど、まあ、1ヶ月前に予約取るんですが、私なんか今月の15日に予約取って、今日12日なんで、あさっての金曜日、あれだなと、歯医者行かないともいけないなと思って、歯医者さんに電話したんですね。一応確認のため、すいません、あさってお願いしますと。そしたら歯医者さんの人に、歯科医の内勤の方ですね、衛生士の方かな。いや、はるはるさん、9月の8日に予約取ってあるんですけど、なんて言われちゃいまして、実際は9月の8日だったんですよ。3時半で15時半ってカレンダーに、よくよくカレンダー見たら、9月の8日に15時半に予約が取ってあるって書いてあったのに、どういうわけか15日と勘違いしてたんですよね。はい。ということでね、29日かな。うん。その日に再度空いてるんで来てくださいっていうことね。まあ、そういうことはありまして。全く関係ないですけどもね。ちょっと、ボケてる今日この夜です。ということで、ね、本題の方は、ちょっと話してみたいと思うんですけども、昨日の新聞記事ですかね。一斉にこう、出てる、ネット探してます。すき家さん。僕もよく食べに行って動画出してますけど、すき家さんのとある都内の方の店舗でですね、無断駐車したと。で、その無断駐車もですね、今月の2日3日かな。朝の9時から夜の8時半ぐらいまで、約11時間半ぐらい、2日連続で駐車してあったっていうことで、それに、まあ、258枚ですか。まあ、貼り紙を貼っちゃったっていうことですね。警告文をつけて。で、まあ、それがちょっと炎上しておりまして、ちょっと何名か、YouTuber の配信者のこと出しているんですけども、私これちょっとね、配信したいと思いました。というのも、飲食店で働いてて、駐車違反をしてる車に258枚、まあね、200枚以上の紙をプリントアウトしてコピー取って貼り付ける時間があるんだったら、店のことを考え、中のね、シフトを作るとか、仕入れ値の方に連絡入れるとか、なんか洗い物は片付けるとか、なんとかって、こう、忙しいにもかかわらず、そんなことやる時間があるっていうのは、そこの店一体何なんでしょうねって僕思っちゃいましたね。はい。まあ、ただですね、僕ちょっとすき家では働いたことがないんですけど、お客さんではしょっちゅう行くんですけども、なんかやることいっぱいあるんで、まあ、確かにね、2日ぐらい車をこうね、まあ、フルタイム12時間近く止められるといかん、頭にきますよ。はい。まあ、ちょっと3時間ぐらいだったら結構多めに見てくれると思うんですけどもね。どうかわかんない。都内ですから、僕都内は車で行かないんで、こう、やっぱり、ね、そういうとこちゃっかり車を止める場合、ずっと車の中にいて、コンビニだったらコンビニでジュース1本買ってずっといるとか、なんかうまくね、止める、バツナギで止めるんですけども、11時間も何やったんでしょうね。仕事に行っちゃったのかな？なんか商談でもあったんでしょうかね。 止めてるからいいよって、止められるからいいよみたいな感じでやられちゃったのかもしれませんけど。まあ、これがね、画像を撮られてアップされてるっていうことで。はい。で、これに関してですね、法的にどうなのかと言いますと、まあ書いてあるんですけど、テープで貼ってあるので、これ後残っちゃうんで、ちょっと表面の部分で障害が発生するんで、器物破損だって逆に訴えられてしまう可能性もあるっていうことなんです。まあ当然そういうふうに言ってきたら、訴えてきたら、だってここはあれですよと、お店、お客さんのためにあるスペースですから、止めるあんたがいけないんじゃないのかって、こんでもうバチバチ喧嘩になると思うんですけど、ちょっと器物破損の方がどうなのかな、強いのかな。はい。まあそんなことを、まあ弁護士さん言ってますけどもね。
で、こういう状態になったらどうしたらいいのかというと、自動車のナンバープレートを、まあ、しっかり写真撮っておいて、まあ、車の状態、もう何時から何時まで細かく何時に撮ったって、こう、写真を画像証拠として撮っておいて、記録を撮っておいて、まあ、相手のですね、止めていた、駐車場に止めていた車の持ち主、所有主、まあ、法人でも個人でも、所有者を見つけ出して、陸に行って、で、その後に、まあ、駐車料金ですね、請求すると。無料駐車場だったのどうなのかなと思うんですけど。で、それにプラスアルファの損害賠償請求ですね。ですね、1時間、11時間半って書いてあるんです。これ2日間なんで、多分、すき家さんって1時間の回転っていうのは、3回から4回だと思うんですよ。皆さん食べてる時って約20分ぐらいじゃないですか。早い人で15分ぐらい。作る、調理してる時間もあると思うんで、まあ、20分だとしても、すき家の一番安い定食で600円ぐらいだと思うんですよね。それ3回回転できる率があると。サブロクで、1800円ですか。それを、だから10時間だな。1万8000円。いや、まあ、うん、10時間だもんね。それで、まあ2万円請求すると。それ2日間。だから4万円くらいこれ請求できるっていう内容になっちゃいますよね。だからそこに1台止めてあるがゆえに他のお客さん止められないわけですから。はい。で、駐車料金っていうのはその辺にある、コインパーキングは1時間いくらなのかっていうのは、近傍同類物件っていうことで、まあ、算定し出すと思うんですけど、まあ、そういう形できちっとした形で、理路整然と損害賠償金プラス駐車料金っていうのを請求するのが一番いいということです。張り紙とか貼るんだったら、もうこれこうやって炎上しちゃうんですよ。そんなことやる暇あったら、店の中で考えろと。で、広報の方もね、しっかり謝罪文出してますんで、同業者の方、まあ、すき家さんで働いてる方もね、こういう張り紙を貼る時間があったら、ちゃんと店のことを考えて、きちんと店の本社に相談して、それからやってもらいたいとね、私はね、思いました。なんでも、ホイールにもなんか刺してあったっていうね。で、まあ、皆さん、やりすぎだとか、しょうがないとか言ってますけど、きちんと会社としてのね、処置を取るように本社に連絡してください。今日はこんなところで。駐車場の件ですけど、都内はね、結構人口密集してるんで、車って、僕も都内行く場合はもう車では絶対行かないんですけど、まあ、知人が乗せてくれたりするんでね。それでまあ車って本当限られたスペースしかないんですよね。で、まあ電車社会、地下鉄社会ですからね、車で行くとやっぱりそれなりのデメリットが大きいと思います。ですけども、郊外とか田舎に行きますと、路駐だとか、そういう、だからファーストフード店だとかコンビニさんとかドラッグストアとかスーパーなんかにちゃっかり止めて、長時間止めてどっか行っちゃうっていう人って結構いるんですよ。で、結構それも許されちゃってて、まあ、田舎ならではと言いますか、僕以前働いてたコンビニエンスストアにも、なんか車でいつも来るお客さんが、なんか、車が事故なのか破損したのかわかんないんですけど、動けなくなっちゃったっていうことで、で、保険会社に電話したら、今日はちょっと取りに行けないって動かせないっていうことで、コンビニさんの店長に言ったところ、明日取りに来るんで、今晩一晩車止めさせてもらっていいですかって言ったら、ああ、いいですよっていう感じで、一晩止めてあげたみたいなんですよ。うん。車駐車させてあげた、駐車か。うん。で、何にも別に、田舎って別にそういうのは普通なんで、ちゃっかり、どっかのドラッグストア止めて、どっか、魚釣りに行っちゃったりだとか、夏になると花火大会だとか、この前も祭りありましたけど、祭り見に行くのに、ちょっと外れたところのラウンドリーのところ止めちゃったりだとか、路中のところ止めて、テクテク歩いて行ったり、結構大雑把なんですよ。はい。大雑把というか、緩いんですよね。で、まあ、僕なんかもスポット派遣で行くときは、必ずそこに、まあ、ここ止められるねっていうところで、必ず僕止めて、仕事に行くんですけど、まあ、都内の方から来る方っていうのは、きちっとコインパーキングはどこなんですかっていうことを聞いてから来るんですよね。いや、コインパーキング使わなくても大丈夫。ここは路駐してもいいところだからっていうところあるんですよ。
でそういうところを紹介して止めたりしてるんですけど、ね、でまあそれはいいとしてですね、まあこれ話し出したと止まらないんであれなんですけど、あのアメリカなんですが、アメリカっていうのはやっぱあの路中の車社会で車1台ないと生活できないです。とりわけ僕が住んでいたあのカリフォルニアだとかあのジョージアなんかで、あの僕なんですけど、あの向こうはこうやってあのコンビニエンスストアだとかあの病院のだとかスーパーに無断に駐車長くしてると切符切られちゃうんですよ。駐車禁止って要は路中だけじゃないんですよね。あの会社が所有する敷地内に用もない車がずーっと止まってると切符切られちゃって、僕なんかも最初アメリカのに車1台買って車で通勤する際に会社どこで車止めたらいいのっていうことで聞いたら、あの路中なんで3ブロック向こうにあるところスペース見つけてそこで止めてくださいって言われたんですよ。あ、そうなのって言われて、まあそこ行ったはいいんですけど、止められるスペースがないんですよ。みんなぎっしり詰まっちゃってて。アメリカですから。だからまあ仕方なくて、わかんないから、あの、シェラトンホテルだっけかな、そこにちゃっかり止めたら切符切られちゃったんですよね。今回も同じケースですよ。はい。で、まあ、あの、僕はその後、あ、そうですかって言って切符切られた。でもまあ、駐車、無断駐車って、あの、結構安いんですよね。はい。3000円ぐらいだった。日本だと2万くらいするんで、近くするんですけど。で、アメリカの場合は、あの、そこで、まあ、とりあえず朝ね、その3ブロック向こうの路上に駐車するんですよ。で、その勤めてる会社、日本料理店だったんです。その脇に、あの、立体駐車場があって、そこを、あの、セキュリティの人っていうのは、1時になると帰っちゃうんですよね。で、午後から1時過ぎちゃうと、そこに止めて、置くと、翌朝の朝までは、全然無断、あの、無料で駐車させてくれるんですよ。そういうところがアメリカらしいんですよね。で、僕の会社の会社名義の車はそこで止めるのは、あの、お金払っても止められるんですけど、働くスタッフは親切にもそこで止めていいっていう許可出してないんですよね。だから、あの、ランチ終わったらそこに取りに、あの、3ブロック向こうにある、あの、路地のエリアに車取りに行って、戻ってきて、まかない食べた後、その駐車場の中でゆっくりしたんですね、昼間の休憩は。で、まあ、そんな時によくそこの駐車場で車の中でのんびりしている女性の方がいたんですよ。年頃いくつぐらいかな ?30、僕とそんなに変わらない感じで、たまにあの、挨拶するくらいの人で、なぜかずーっと車いるんですよね。まあ、なんだろうねとかって、僕らは別に不思議があったらそういう人がアメリカだからいいよみたいな感じで、まあ、そこの日本料理店で働いてたんですけど、ある日仕事が終わって帰る時にですね、まあ、立体駐車だったんで、3階だっけか2階だっけか、ちょっと忘れたんですけど、まあ、その、ね、女の人がよく止めてるところに僕止めて、あの、帰ろうとしたところ、なんかおまわりさんがいるんですよ。で、いつもその人がの、女の人が乗ってる車っていつも僕わかるんで、確かに赤のシボレーだったっけなんだっけな、結構それなりに派手な車乗ったんですよね。思い出せないんですか。で、おまわりさんが逮捕状かける出てきたんですよね。で、その人僕今まで女性だと思ってたんですよ。で、よく見たところ、頭がはげてて、男性だったんですよ。で、僕、あっけん取られちゃいまして、あの人って何だったんだろう。で、まあ、後々情報で聞いたら、なんか、そっちの、なんか、麻薬系かなんかの、で、なんか、逮捕されたっていうことで、僕ちょっとよくわかんないんですけど、今まで女だった人が、ね、その駐車場ずっと座って、ね、車の中にいた人っていうのは、あの、男性だったっていうことで逮捕されちゃったんだ。そういうことありました。くだらないことすいません。これ、小話です。それでは。